MAX in Direct では MDR-PRO1、MDR-A002 が再入荷いたしましたので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。今回ご紹介をいたします MAX in の新商品はこちらになります。久しぶりのゴムバンドタイプになりますが、MDR-I002AZ。こちらのご紹介をいたします。こちらの製品の特徴は何と言いましても、ミラー型ドライブレコーダーで360度カメラがついていて、駐車監視に特化したデジタルミラードライブレコーダーとなっております。MAX in で I002 の A、B という仕様のものが出ていたんですが、あちらはフロントカメラがついているタイプだったわけなんですけれども、今回こちらの製品はフロントカメラがなく、360度カメラとリアカメラがついた仕様の製品となっております。特にデジタルミラードライブレコーダーで駐車監視を運用したいという方はぜひ最後までご覧になっていただければと思います。まずこちらのドライブレコーダー何と言いましても360度カメラがついているということで、昨今、今これ前に映っておりますバントゥルーのドライブレコーダー3カメまたは4カメタイプのドライブレコーダー出ておりますけれども、そちらは車内カメラ前、もしくは車内カメラ後ろということで、2つのカメラが追加されたことによって、4カメのドライブレコーダーとなって、駐車監視特化型となっております。ただ弱点ということがありまして、実はこちらになるんですけれども、こちら2回タップしていただきますと、このように分割式になります。またここを押していただきますと、4つの分割方式が選べるようになっております。で今回360度カメラということなんですけれども、自分の向きに合わせて今カメラの方を設定いたしました。で今回このデジタルミラー型ドライブレコーダーなんですが、4つの流の設定ができるんですが、私的には実用性を踏まえて考えた場合、この2つの組み合わせが一番実用性が高いかなと思います。駐車監視の場合確認するときはこういった形にして、またバックカメラがついてますのでスマートミラーとして使いたい場合はこのような形で使っていくというのが一番使いやすいかなということでご提案できるかなと思います。で先ほど冒頭でご紹介した通りでバントゥルの3カメラないしは4カメの駐車監視特化型ドライブレコーダーの弱点ということなんですが、何かと言いますとここの部分ですね、このサイドの窓ガラスの部分、こちらもそうなんですけれども、この部分まで映像が行き届かないという弱点というのがございます。特に360度カメラではなくて広角カメラになっておりますので、このミラー越しの部分、こちらもそうなんですけれども、ここまで映すというのがかなり難しくなります。まあ、このように見た方がわかりやすいかもしれないんですけれども、ここの部分映し出すということができずに途切れてしまっているということが3カメラないしは4カメラにはあります。で4カメラに関しては後ろから前を映すようにもできるようになってますので、遠くにはなりますけれども、この前の部分の方まで映し出すということはできます。ちなみにこの I002AZ というのは360度カメラがこのように角度調整ができるようになっております。でここのところまで広範囲に映し出すことはできるんですけれども、後ろのハッチから映し出すということになりますので、やはり遠くからになってしまうんで、状況証拠を捉えるという意味では少し不確実性というのが残る可能性っていうのがあるかなと思います。ですがこちらの360度のカメラになりますと、このようにくっきりと前にカメラがついておりますので、この運転席周辺に関してなんですけれども、しっかりと状況証拠が残せる動画の収録ができるというところが一番の強みになってくるかと思います。前から後ろに沿って映したいという場合は、まあ、こちらのカメラ、これ真下だけじゃなくてちゃんとこちら後ろ、真後ろまでは向かないんですけど、ここまでは向けることができる構造になっております。前に関しては、ちょっとこれだと見にくいんですけれども、こちら、真正面、映すことができるということで、この360度カメラのアングルも非常に広くなっているっていうのも、この
i002AZ の大きな特徴になってくるかと思います。まあ、後ほどこちら収録動画で360度カメラの駐車監視撮ったものがございますのでご紹介をしていきたいと思います。次に駐車監視なんですけれども、こちらのドライブレコーダーなんですが、でこれ今設定画面ということになっているんですけれども、この設定画面の中に駐車監視の項目というのは入っておりません。別売りの駐車監視ケーブルを使うことによって、一度エンジン切りますけれども、ここですね。電源オフ駐車監視ということで選べるようになる方式となっております。このドライブレコーダーなんですけれども、スマートミラーとして360度カメラがついている駐車監視特化型のドライブレコーダーになっているんですけれども、これ自体のシステムは駐車監視ケーブルをそのまま使うようになると衝撃検知のみしか使用ができません。で、これ今止めてから1分経った後から駐車監視、衝撃検知が始まるんですけれども、そちらをお見せしていこうと思うんですが、はい、このようにピンってなります。ピッってなったところから収録がスタートしますので、プリレコーディング機能とか、そういったものは一切ついておりません。で、また収録が終わって、駐車監視としての衝撃検知モードに入るということを続けるんですけれども、こちらにあります物理ボタンを押すことによって、常時録画に戻ります。今まだこれ SOS になってるんですけれども、これが消えて、常時録画が続けられるようになるということになります。なので、通常ですと、この360度カメラをフルに使いたいということですと、この駐車監視ケーブルだけだと衝撃検知機能だけになってしまうので、非常にもったいないということがあります。そういったとこに有効的なアイテムというのがございまして、ラブンブログの方でよくご紹介させていただいているんですけれども、私も愛用しております、アイセルというドラレコの専用バッテリーというのがあります。それを使いつつ、常時録画として運用することによって、車の呼気バッテリーのバッテリーが上がることなく、この360度カメラのメリットでもあります、全方位の駐車監視が続けられるということになります。その際、ずっとつきっぱなしの状態なんじゃないのかというお話があると思うんですけれども、実は非常に有効的なアイテムというのがもう一つございますのでご紹介をいたします。それがこちらになるんですけれども、こちらはアイゾーンというものなんですが、これはどういう役割を果たすかと言いますと、前述しました通りで、ドライブレコーダーと繋いでる状態ですと、ずっとドライブレコーダーが再生してしまうんじゃないかという話があると思います。そういった場合、これをドライブレコーダーと補助バッテリーの間に入れることによって、GPS によってあらかじめドラレコをオフにしたいという場所を登録しておくことによって、自動でドライブレコーダーの電源が落ちる、または駐車監視がキャンセルできる、そういったシステムとなっておりますので、こちらを入れることによって MDR i002AZ 常時録画で駐車監視の方が運用できるようになるということで、デジタルミラードライブレコーダーで360度カメラが搭載した機能をフルに活かすことができるということになります。それでは実際の収録動画を見ていこうと思うんですけれども、こちらになります。このように4つのタイプで収録動画が見れるようになっておりまして、一番ハイライトなこの360度カメラで常時録画を見たいという場合は一番上を選択すると見ることができます。これが先ほど駐車監視に入れた時に衝撃を与えて収録された動画になります。はい、こんな形で。で、この画面上では、この上と下が切れちゃってるんで、収録動画上でご覧いただければ、しっかりと円状になっていて、360度全方位の車の周囲の状況というのが確認することができるということです。そこが非常に
駐車監視において状況証拠が収録できるということにおいて非常にこちらのドライブレコーダーは有効的であるということが言えるかと思います。あとはこちらの詳細機能を少し見ていこうと思うんですが、こちらになります。これが設定なんですけれども、今回輝度が少し上がっているというのがこの製品の特徴になっております。今こちら最高輝度に設定してあるという状態になっております。また G センサーの感度なんですけれども、衝撃検知また走行中の常時録画時に働くわけなんですけれども、今回一番高い状態で設定しております。またリアカメラの鏡像と製造なんですが、今回はリアカメラのみなので、こちらのみが機能するようになっております。またこちらはヘッドアップディスプレイということで、このモニター上に車速、方向、日付等の表示もできるようになっておりますし、またオフに設定することもできるようになっております。最後に収録動画ということで、昼夜の動画についてのご紹介をしていきたいと思います。まずこのデジタルミラードライブレコーダーの最も強みであります360度カメラを使っての駐車監視時の収録動画をご紹介します。このカメラの搭載位置はデジタルミラードライブレコーダーの下、またカメラ自体は真下を向いて映像の方を収録しているということから、フロントガラスまた A ピラー、そしてサイドガラス、窓越しの状況というのがしっかりと収録ができるというのが一番の強みとなっておりまして、夜間の収録動画ではありますけれども、周りの照明がある状況下においては車の周囲の状況というのがしっかりと収録できるのがお分かりいただけるんではないかなと思います。ちなみに駐車監視に入った時に物理ボタンを押して常時録画によって収録をしているんですけれども、音声収録までできてしまうというのが大きな特徴になります。タイムラプスになりますと音声収録ができないということもありますので、不確実性が出てきてしまうんですが、常時録画によって不確実性が非常に少なくなっているというのも大きな特徴となります。前方に360度カメラがついているので、後方視界が少し悪くなる状況ではあるんですけれども、リアカメラがついておりますので、街灯の少ない薄暗い駐車場ではありますけれども、周りの周囲の状況がしっかりと確認できるのがお分かりいただけるんではないかと思います。このデジタルミラードライブレコーダーは、360度カメラを前方に向けることができます。なので、走行時は前方、後方を映すことも可能となっておりますので、参考程度にご紹介をしていきたいと思います。前方の周囲の状況はしっかりと確認はできるんですけれども、広角カメラと違いまして、解像度がかなり落ちるという状況があります。また、このノアボクシンに関しては、フロントガラス中央に単眼カメラがついておりますので、周りの状況を十分に収録できないということがありますので、あくまでも前方の収録動画においては補助用のカメラということでお考えいただけるとよろしいかなと思います。続きまして、昼間のリアの収録動画になります。今非常に懐かしいクレスタが止まっておりますけれども、この車なんですけども、ナンバー見ていただきますと、所沢57というナンバーがはっきりと確認できるのがお分かりいただけるかと思います。こちらのカメラは200万画素となっておりまして、解像度は 1920×1080p、 また HDR 機能がついておりますので、昼間眩しい状況下でもしっかりと補正をしてくれますので、鮮明に動画の収録ができるようになっているのがお分かりいただけるかと思います。夜間の収録動画になりますが、後ろにフォルクスワーゲンが止まっておりますけれども、ナンバー認識もしっかりとできます。また、ヘッドライトも照らされている状況ですけれども、WDR 機能がしっかりと働いているということもありまして、乱反射も抑えられておりますので、周りの周囲の状況もしっかりと収録できます。また、歩道と薄暗いところにおいても明暗差もしっかりと補正されておりますので、全体的に鮮明に動画の収録ができているのがお分かりいただけるんではないかと思います。はい、ということで今回はこちらマックスインから新しくリリースされました MDR-の i002AZ のご紹介をいたしました。こちらのドライブレコーダーは何と言いましても、デジタルミラードライブレコーダーに360度カメラがついているということで、デジタルミラードライブレコーダーながらも駐車監視に特化したスマートなモデルであるということが言えると思います。特に
こういったバントルでも出ております。3カメないしは4カメの駐車監視の特化型のドライブレコーダーをつけておらず、2カメラのドライブレコーダー、こちらにもありますけれども、これをつけていて、少し駐車監視に不安を感じていらっしゃる方には、うってつけで、デジタルミラードライブレコーダーに360度カメラがついたスマートなモデルとなっておりますので、そういった方に非常にお勧めしたい一台ではないかなと思います。また、サブバッテリー、それからアイゾーンご紹介させていただいてんです、いただいたんですが、そちらを使用することによって、より一層こちらの360度カメラというのが駐車監視に効果的になってくるということもお分かりいただけたんではないかと思いますので、ぜひ詳細の方概要欄に貼っておりますので、そちらの方ぜひご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。